プログラマブルサウンドジェネレーターは音を作り出す電子回路の一種。競技にはゼネラルインストゥルメンツの i-3 から8910及び相当品。講義にはそれらと基本原理が同じ回路の総称。単一の音源チップ内し、より多機能なチップの機能の一つとして供給される。 複数の基本波形を合成して様々な音色を出し、エンベロープジェネレーターでアザーを変化させる。1980年代のアーケードゲームやパソコン、携帯用ゲーム機に採用された。i-3 から8910外観 i-3 から8910チップディップ40本来の PSG は GI 社および GI からスピンオフした。 マイクロチップテクノロジーの i-3 から8910と i-3 から 8910A、及びその後継製品の i-3 から8912、i-3 から8913相当品を指す。テキサスインスツルメンツの SN76489 も同様に扱われることが多い。しかし仕様は全く異なっており。 本来は区別される。SN76489 は厳密には PSG ではなくデジタルコンプレックスサウンドジェネレーターである。SSGYM2149 ヤマハは同社の MSX マシンに使用する目的で I-3 から8910の互換チップとして YM2149 を開発し、後に他社にも販売している。また、 同等の機能を、同社の一部の FM 音源チップ、MSX システムチップセットにも内蔵している。YM2149Y-3 から8910相当機能に加え、i 3から8910のテストに端子をセルに変更し、この端子をローレベルにすることによって、発音基準周波数を外部入力周波数の2分周に設定できるように、 変更したものである。さらに内部的な音量が32段階になっており、ハードウェアエンベロープが滑らかになっている。後継、派生製品として YM3439、y m 二 s 2 8 4 y m 二 s 2 9 4などがある。この FM 音源による PSG 互換機能を SSG 音源、単純に SSG とも呼ぶ。講義では、 経派の出る安価なチップ音源をまとめて、PSG と呼ぶことがある。I マイナス三から八千九百十二チップ二十八ピンリップパケッジマイケローチップ製 I マイナス三から八千九百十 A マイケローチップ製 I マイナス三から八千九百十二 A、I マイナス三から八千九百十ピンアサイン I マイナス三から八千九百十は、三つのパッケージで販売されていた。 代表的な PSG チップである I-3 から8910は次のような仕様である。FM 音源 YM2203、YM2608 を搭載 SN76489、ASN76489 の PSG との大きな違いは、区形波、チャンネル3つノイズ発生チャンネル1の合計4、チャンネルで構成されているところである。 PSG はその構造上ノイズの音量制御が3つのチャンネルのどれかに依存してしまうが SN76489 に組み込まれた機能の一つであり、パップと呼ばれている。パップのパルス波発生装置はゲームボーイ、ゲームボーイアドバンスにも搭載され、区形波だけでなくデューティヒン1、7パルス波などの独特な音色も出せる表情の 豊かさが PSG の区形波との大きな違いである。日本電機ホームエレクトロニクスから発売された家庭用ゲーム機 PC エンジンではスペック表に PSG との記載されることがあるが実際に使われているのは波形メモリ音源であり一般的に言われる本校で説明の PSG とは異なるものである。また1980年代のナムコの多くの アーケードタイトルで使われていた音源も、波形メモリ音源である。ただ、当時のマニア館では、ナムコ PSG という属称が広まっていたり、メーカーの開発側でも他の音源と分類する際に、便宜上 PSG と区分していた場合もあった。ナムコのアーケード基板、システム I のサウンドテストモードでは、波形メモリ音源のパートは PSG と表記されている。PSG によって、 PCM を再生する技法が存在し PSGPCM や SSGPCM 等と呼ぶ DAC を持たないパソコン向けのソフトウェアで使われることがあったただしボリューム調節機能を使っているため DAC としては指数関数的な非線形量子化となることから再生音声の品質は悪く無線による更新を演出するといった演出など用途は限定されていた 1CH のみを用いた出力は解像度の低いものであったが、実際の出力を計測し、そのテーブルと PSG3CH をのののアッテネータを組み合わせて利用することで、音質の改善を試みる手法が生み出された。ソフトウェアメーカーによる実装もいくつか見られたが、個人が作成した同様のプログラムでは、O-FM1990 年4月号に掲載された。 戸田博士によるシャベルンドスへのドキュメントと音量テーブルはその後同様のプログラムの作成の参考にされた。現在では蒸気の方法に加え出力特性に合わせて再生するデータを変換することでより良い出力にする技法も開発され S への比が比較的高い再生を可能にしているソフトウェアも存在している。指数性のために 音量域によって解像度にバラつきが出るが平均すると9ビット程度の解像度を持つ出力を行うことが可能である。PSG で発生されるのは区形波である。これはローとハイの日しか取らない。これに音量レジスタの値をかけたものが1チャンネル分の出力である。I-3 から8910相当品では あるチャンネルの発生を停止する特形波出力はハイで固定される。したがってそのチャンネルの出力は音量レジスタそのものとなる。この仕様を利用し発生を停止した状態でそのチャンネルの音量を操作することで PSG を DAC として利用するというのが大まかな原理である。一般的な PSG チップではエンベロープ機能により時間的な音量変化を ハードウェアレベルで自動的に行える。エンベロープパターンには一般的な減衰波や周期的なノコギリ波三角波など8種類が用意されており周期も自由に設定できる。しかしエンベロープジェネレーターは1系統しか用意されていないため3チャンネルで楽曲を演奏しようものならエンベロープが同期してしまい全く聞くに耐えないものになってしまう上音量の調節も 不可能である。そのため、ソフトウェアの側でこまめに PSG の各チャンネルの音量レジスタを変更して、ソフトウェアレベルでエンベロープを再現する技術があった。この手法はソフトウェアエンベロープと呼ばれることがある。ハードウェアエンベロープ機能の応用として、周期的なタイプのエンベロープパターンを音量変化としてではなく楽音の波形として選択し、 エンベロープ速度をその楽音の音程とみなして設定することで PSG の通常の発音方法では出せないノコギリ波や三角波を出すことができる。ただしエンベロープ周期を設定するレジスタ幅は狭く楽音の音程を表現するには精度が低いため音痴になりやすい。また原理上こうして発音した音の音量制御はできない。この手法は YM2203 や YM2608 の SSG オン源部でも使用が可能である。EN、ゼネラルインストルメント I-3 から8910、東芝データブック、スーパーインテグレーションスーパーマクロセルライブラリ 1992462D1AA より、ありがとうございます。